目黒勇気1947年8月東京と生まれ、兄、松方弘樹の数ある実力ヤ役座路線の映画、大阪電撃作戦、では、脇役ながらも、こわもての実行部隊を指揮する、大東組組長の右腕として、生産で巨悪ぶりの悪人を目黒勇気は演じていた。戦傷の固めの傷跡が男のこれまでの生き様を生々しく物語にやりとマシンガンを構えた姿は、すこぶる不気味なキラーぶりであった。 これまでの数多くの悪役の中でも、ヤクザ映画史上、群を抜いた怖さで、見る者のどぎもを抜く役柄だった。しかし、兄の松方弘樹に比べ、残念ながら、これらの怖もてな目黒の持ち味が活かされることはなく、以後東映ヤクザ映画に出演することはなかった。父は時代劇スター、近衛十四郎という芸能一家に生まれ、デビューは子供向けテレビ時代劇、風小僧、で子役として出演。 開局間もない NET でテレビ業界への進出を果たした東映が映画館の閉鎖など深刻化する映画界を目の当たりにし大川博史東映社長の出資による独自の決断であったと言われた東映で活躍する松方に対し目黒は海外留学を終え帰国後松竹映画太陽の野郎どもに主演し以後その甘いマスクで本格的に俳優として松竹で売り出されるが今一つパッとせず 東映時代劇を中心に活躍する華やかな兄、松方の影に隠れ、地味で派手さがない感じがした。松竹時代の目黒の主要作で、あえて印象深い映画作品を選ぶなら、アメリカ帰りの男をクールに演じた、栄光の黒表ではないか。目黒は本作で海外留学をした経験を生かし、そのアメリカ帰りの感じが、うまく本作に生かされていた。そのアメリカナイズされた雰囲気は、 長く海外生活をしてこそ、自然に出てくる持ち味で、彼にぴったりのハマり役であった。映画では他に、東方の華麗なる一族や、目黒自身も代表作と言っている、ルパン三世、年力鎮作戦、などがあった。その一方、テレビ時代劇や現代劇のドラマにも数多く出演し、千葉真一のザ・ゴリラ、や、ボディーガード、では、純レギュラーとして出演し、ハードなアクションをこなした。 今でも時折、バラエティ番組や旅番組などに顔を出し、元気なところを見せてくれている。縄広し、仁義なき戦い、シリーズの第一作目で土井組組長の土井清役を演じ、菅原文太憤する主人公に狙われ、懸命に撃たれながらも、雨の中を逃げ惑う壮絶なシーンが今も忘れられない。かと思えば、第二作目では、村岡組組長、 村岡役で同じ俳優が早くも別の役で登場したときは、土井組組長の弟かと思ったくらいである。それくらい、仁義なきシリーズは同じ俳優が別の役で再登場することが、縄広氏のみならず多かった。縄は日大芸術学部演劇家出身であり、同じく仁義なきシリーズを手掛けた深作金次も日大芸術学部の映画学科で、 深作が2学年上の先輩と後輩の間柄の吉見から、縄を自分の映画作品にも数多く起用した。縄は第1期日活ニューフェイスとして入社し、同期には1学年下で、同じく日大芸術学部演劇家出身の獅子戸城がいた。縄は悪役俳優のイメージが強いが、1956年に日活で制作された平林太鼓原作の映画、地底の歌、では、主演を張り、石原雄二郎と共演した。 もっとも作品は、ヤクザの世界を描き、縄にとっては、初期の頃から、すでに若頭役を演じていたことを考えると、その片鱗の強さが、この当時から伺われていたようだ。これは個人の見解だが、役者とは老いも若きも年齢にかかわらず、そのどちらもうまく演じられる役者に客を呼べない役者はいないというのが、小生の持論である。その名の通り、仁義なき戦い、では、土井組組長を貫禄たっぷりに演じており、 主役の菅原文太とわずか一つ違いの年齢差にもかかわらず、随分と年が一回り二回りも離れた親分に見えたものだ。林翔太郎、1934年6月京都生まれ、不立山城高校卒業後、同志社大学の経済学部へ進むが、いつしか役者に興味を持ち中退。ちなみに山城高校の後輩に山城信吾がおり、四つ年上の林は、 すでに大学へ進学していたが、その後、母校の先輩後輩の間柄と知り、互いに撮影所で会うたびに、山城は林を立てて、先輩と呼ぶようになっていた。東映のイメージが強い林ではあるが、当時は松竹に所属し、主に時代劇へ出演していた。やがて松竹からテレビ時代劇にも顔を出し、活動の場を広げた。1961年に林と改名するとともに東映京都撮影所へ入り、 以後、時代劇から人気映画に数多く脇役として登場していく。これまで東映は時代劇中心であったが、現代劇にも力を入れ、第二東映を発足した年でもあった。林はいろんな監督の映画作品に出演し、必ずや組の親分のそばには、彼がにらみを利かし、上目使いでつぶさに用心深く相手を観察しているといった役が多かった。そして、東映のこれら一連の役座映画には、 必ずと言っていいほど、登場し、むしろ出ていないことの方が、不思議に思うくらい、出演本数の多い俳優だった。深作金次監督の、仁義なき戦い、では、カイト組の松永役や、新仁義なき戦い、シリーズなどにも顔を出し、また、時には意外な役を演じることもあり、例えば石井照夫監督の、明治、大正、昭和了期女犯罪史では、毒不高橋おでんの事件を題材に、 湯ミテル古墳するおでんに何かと調子よく言い寄ってくる一役を林は熱演し、普段役座映画で見る、彼とは一味違う雰囲気が、見るものに新鮮な印象を与えた。明治から昭和に至る過程で実在した5つの猟奇事件史をオムニバス形式で書く異色作品で、本作のハクビは本物の安倍貞が直々に出演し、彼女の事件を初めて扱った映画であった。何かと林の湧き立つ俳優ぶりが、 本作以外の映画作品などでもお目にかかればぜひ注目してみてほしい俳優である片桐隆二、1948年8月山口県生まれ、中学卒業と同時に1970年に東映に入社し、翌年に池玲子主演の「女番長ブルースメスバチの逆襲」で映画デビュー。最初のうちはセリフのないその他大勢の中の一人で、 髪が長く反抗的な若者しかりな感じがしたものだが、実力役座路線の中では、深作金字に見いだされ、印象的な眼差しのチンピラ役などを演じていた。やがて、渡瀬恒彦主演の狂った野獣では、セリフのある銀行強盗犯を熱演し、体を張った危険なアクションにも挑戦した。映画出演のほかにも刑事ドラマの犯人役などで、影のある訳ありな役を得意とした。 サングラスをかけて一杯のグラスを傾けながら飲んでいると、よく松田優作に間違われたそうである。そのくらい一時期、彼は松田優作に似ていた。同じ同郷の吉見からか、松田本人とも、ドラマや映画で共演する機会もあり、何かと気にかけてくれる間柄であった。そんな松田から、ある日映画出演のオファーを受けた。それが彼の最初で最後の監督作品、アフォーマンス、であった。 そこで松田監督は、出演する俳優のこれまでのイメージを崩し、一旦白紙にした上で、松田監督独自の演出で、これまでにない新しい試みで、片桐の親秘をうまく引き出すことに成功した。それは全くこれまで見たこともない役柄であり、独特なセリフの言い回しで、その迫りくる狂気を持て余しているかのような強烈な印象ぶりであった。松田優作が言うには、声のトーンも頭から出てくるような声にさせたのです。 と語っていた昨今は映画よりもテレビドラマなどに出演し相棒シリーズなどで活躍ぶりを見せていた南城浩二1955年3月熊本生まれ学生時代はギターと音楽に明け暮れ歌手志望であった1973年には東芝レコードから歌手としてデビューし何枚か新曲を発表したが売り上げが伸びず俳優へ転向した 彼の名を初めて知ったのは、新人儀なき戦い、組長最後の日、のチンピラ役が脳裏に焼き付くように残っていた。東映の俳優にも、南條のような傷つきやすいデリケートで悩める若者を熱演する土壌ができたことに嬉しさを感じたものである。これまでどちらかといえば、桜木健一や小倉一郎のような若いチンピラが登場したりはしていたが、南條のような二枚目俳優が出る場はなかったように思う。 実録役ザ路線に南条のイメージが適していたかどうかは定かではないが、松竹の続、愛と誠や、裸足の青春などの青春映画に出ていた彼が、やはり実力ヤ役ザ路線の映画に出演するのは、彼を知る多くのファンにとっては衝撃的だったに違いない。また、それは南条にとっても俳優としてのステップアップを図る上での出演だったのだろう。元歌手でもある彼にとっては、西条秀樹が仁義なき、 シリーズに出るようなものであった。小生にとって、南城の極めて重要な作品は、新人儀なき、シリーズの最後の作品と言いたいところだが、そこをあえて、狂い咲きサンダーロード、で、暴走族の幻のリーダー、剣役だったと思う。このリーダー役は、彼において他には考えられないくらいのハマり役であった。何かと若い頃は学園ものの映画作品が多かった彼の主要作の中で、 出演シーンはそれほど多くはなかったが、強烈なインパクトを見る者に与えた作品が、松田優作主演、共演たちろしの暴力教室での生徒会長役の日田役の難條も印象深かった。成田三清、1935年1月山形県生まれ、山と海に囲まれた酒田市で育ち、地元の大学へ進学する者の,の俳優への道を志し、 上京後、俳優座養成所の12期生として入り、そこを卒業と同時に1963年に大英へ入社した。その翌年には、早くも映画デビューをし、徐々に頭角を現していく。主に大英では現代劇が多く、勝新太郎の当たり役、兵隊役座シリーズや、ミヤ二郎の犬シリーズ、江波京子の女賭博士シリーズなど、立て続けに出演した。 そんな中犬シリーズの8作目の早打ち犬で成田は、タミヤと殴り合う撮影をしていた時に、本番でいきなりタミヤが成田を本気で殴り、激怒した成田もタミヤを殴り返し、掴み合いになったことがあった。タミヤの撮影所での当時の評判はあまり良くなかったことから、成田には火はなかったようだ。成田はその個性的な悪の強さで、大栄倒産まで在籍した。その後さらに東映ヤクザ映画などで躍進していく。 成田は生涯、自身の主演作はなく、もっぱら重主役や脇役であったが、その分、持ち味鋭い悪を演じたら、主役の俳優をかすませるほどの、名演を残す俳優であり、その演技にも定評があった。特に東映が実録役ザ路線と銘打った一連のシリーズ作品などでは、低音でドスの効いた口調で、その眼光の鋭い眼差しの魅力と存在感ぶりは、実録役ザ路線の映画にはなくてはならない敵役であり、 その持ち味がいかなく発揮された日本映画の悪役俳優の中でも重宝がられそれは後年松田優作の人気テレビ番組「探偵物語」ではただのこわもてではないコミカルな演技も見せるようにもなり現役の幅を広げたが惜しくも若くして亡くなりまだまだこれから幅広く活躍できる人であっただけに残念でならない。